前回の放送で私野川が向かったのは島根県邑南町にある旧三高線の宇髄駅。地上20メートルの高さに駅があることから天空の駅と呼ばれる鉄道ファンの聖地です。実はこの宇髄駅から廃線となった三高線の線路を使いトロッコ列車を走らせるイベントが行われるのを前に一足お先に体験してきました。去年から通ることができるようになったというこのトンネルの先には何が待っているのでしょうか。日が差してきましたよ。これいや天気晴れてよかったですね。本当 ね、いい天気ですよね。天気がいいのが景色も綺麗ですからね。うわー景色がいいですね。ありがとうございます。これはボード川ですか。これボード川でございます。三高線といえばの、トンネルを抜けると絶景が待っていました。青い空と美しい山、そして下には穏やかに流れる郷の川。直に感じる振動と爽やかな風はトロッコでなければ味わえないワクワク感があります。ちょっとこれ見てください。これこれこれ、ここが県境なんですね。ここから次三好になるんですか。はい、そうです。広島県三好市に入ってまいります。お客様乗っていただく時も一回ここでこれ見ていただいて、はい、ここ県境ですよなんてアナウンスはさせていただいているところではありますね。いやーこの景色とこのやっぱり風ですか。ちょっとね、涼しい風が。そうですね。やっぱりまあ三高線なくなって寂しいなとかって感じてる方は結構多いんですよ。そういう中でまあ本来走るはずのないところになんかチケットが走ってますよとかっていう情景見ておーとかって思ってくださる地元の方が結構多いんですよね。地域の歴史でありね、文化でありね。そうですね。鉄橋の県境を越え、トロッコはこの先の柳原トンネルの前で停止します。ここで私歓喜のサプライズが待っていました。あーちょっと楽しいよ。めちゃめちゃ楽しいです。この足元のこのバラストっていうんですけど、砕いた石、この感触もなかなか味わえないですが、まずこれも楽しいです。何よりこの眺めですよ。普段見える場所ではない。渡ってきたわけだ。お客さんにはみんなこの橋をバックに写真を撮ってもらってありしてます。いいんですかここで撮って。はい、どうぞ。そりゃ撮らせていただきますよ。こっちに進んでもらって、はい、橋をバックに撮りましょう。いいですか。はい、配線になってないと、はい、こういう線路の中に入れないわけですね。はい、はい、行きます。はい、ポーズ。あ、いいですね。はい、はい、ありがとうございます。すいません、もう完全なただの鉄道ファンです。完全に表情がただの鉄道ファンですよ。あ、そうですね、これはね、はい、無邪気な感じになってますね。これはだってすごいですよ。なかなか撮れないですよね。はい、あとこの橋の上単線なのにレールが4本あるのが分かりますか。そうですね、右からこう1、2、ダーサンで3、4、はい、ありますね。なんでここに4本のレールがあるんでしょう。これはあれですね、あの脱線防止ガード。あ、そうですね、ですね、はい、ガイドレールと呼ばれるもの、ね、はい、車両がもしバッてなったとしても外側のところでこう受け止めるという、そうですね、こんな感じですか、ね、はい、だからちょっとここから見るととても不思議な感じになってる。そうですね、だからこう4本のレールが映るんで、はい、そのちょっと不思議な写真になりますよね。そうですね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですよ。だっていやずっと ね、来たかったんです。幸せだな。楽しめるかのように。ありがとうございます。こんなに喜んでもらえると、ね、私たちも戦いがありますんで。三高線の廃線から4年、こうした貴重な体験ができるようになったのは廃線後の街づくりを考える地元の人たちの思いがあったからでした。廃線というのはやっぱりこうイレギュラーなことなんですよね、まあ、4年かけてですね、廃線から今4年半なんですけど、ようやくここまでたどり着いて、去年まではですね、あのトンネルの出たところで折り返していたんですけれども、去年私たちのこう、まあ、プロジェクトにこう JR さんもすごく共感をしていただいて、あの安全対策をしっかりやった上でこの鉄橋を渡れるようになったっていうのがちょうど去年のことなんです、まあ、この線路をですね、なるべくそのまま残しながらここを楽しめる場所に変えていきたいなというふうに思いますね。実はこのトロッコ列車、宇髄駅から柳原トンネルの前までしかまだ運行できません。ここに2人の夢の続きがありました。
今あの宇髄駅からこの鉄橋までは渡れるようになったんですけれども、ここから先は、広島県の三好市になります。で今三好市さんとですね、あのここから先もぜひこのトロッコを走らせてほしいなということでお願いをしておりまして、それが実現しますとここから先さらに井川市駅という三好側の駅がありまして、その先に邑南町の口場駅が待っております。あの非常に綺麗な景色がこの先待っているので、ぜひあの実現したいなというふうに思ってます。これはちょっとぜひつながってほしいですね。ぜひね、夢の実現に向けて頑張りたいと思います。三江線を活用したいという熱い思いで実現したトロッコ列車の旅、廃線となった今も夢の線路は続いています。